前に聞きたい。正気師アランナと古代の物語の謎、昔話、神話、そして真実、正気師アランナシリーズ、あなたは読んだことある？刀剣に満ち溢れた物語だけど、よく見ると童話って書いてあるよね。なんでだろう。童話って子供向けのおとぎ話ってイメージがあるけど、実は深い意味やメッセージが隠されていることも多いんだ。例えばシンデレラは逆境を乗り越える希望、そして赤ずきんは危険な世界を生き抜く知を教えてくれる。正気師アランナも、もしかしたら表面的な冒険物語だけでなく、もっと深い意味が隠されているのかもしれない。ところで、童話とか、民話と神話って、一体どこから生まれたんだろう？昔話って、本当にあったことなのか、それとも、誰かの作り話なのか、いつも気になってしまう。昔話の昔昔って、一体どれくらい昔なんだろう？ギリシャ神話や昔話に出てくる神様や怪物、それらは本当に存在したのだろうか？それとも誰かの妄想の産物？もしかしたら神話や昔話には私たちが知らない真実の歴史が隠されているのかもしれない。例えばギリシャ神話に出てくるゼウスやポセドンは、もしかしたら実在した人物をモデルにしているのかもしれない。あるいは、昔話に登場する竜や妖精は、古代の人が見た道の生き物だったのかもしれない。神話や昔話は、単なる作り話ではなく、古代の人が抱いた夢や希望、そして恐怖や不安を表現したものなのかも、しれない。正気師アランナを読んで、そんなことを考えさせられたんだ。あなたも、昔話や神話について、考えてみてほしい。もしかしたら、私たちが思っている以上に、深い意味や真実が隠されているのかもしれない。さ、ゆっくり眠りにつきながら、古代の物語の世界に思いを馳せてみよう。おやすみなさい。無理に誘う、優しい物語、狂人が現れる昔話、その奥底に秘められた意味を探る。夜空にここと星が輝き、静かな時間が、ゆっくりと流れ出す夜。あなたも、眠りに誘う、優しい物語の世界に足を踏み入れてみませんか？古今都西、人の心を魅了してきた昔話や神話、その中には、狂人が登場する物語が数多く存在します。なぜ狂人は、人の想像力をかきたて、語り継がれてきたのでしょうか？ジャックと豆の木や、クリムドアなど、誰もが知る物語に登場する狂人は、地に優しく、地に恐ろしい存在、として描かれます。彼らは、人間の力では立てかなわない圧倒的な力を持つ一方、人間よりも単純で純粋な心を持つとも証言されます。狂人が現れる昔話は、単なるエンターテインメントを超えて、私たち人間にとって、主要なメッセージを伝えているのかも、しれません。例えば、狂人は、自然の力や、人間の潜在能力を象徴しているとも考えられます。人間の力ではどうにもならない自然の脅威、あるいは人間の内に秘められた未知なる力。狂人は私たちが池の根を抱く、あるいは自分自身の中に秘めている強大な力を具現化しているのかもしれません。また、狂人は社会における権力や支配者、あるいは、私たち自身の心の闇を象徴しているとも考えられます。狂人が村を襲ったり、人間を捕食したりする物語は、
私たちが抱える社会的な不安や、人間の心の奥底に潜む暗い部分、を反映しているのかもしれません。狂人が登場する昔話は、単なる格の物語ではなく、私たち自身の内面や社会、自然との関係について深く考える、きっかけを与えてくれると言えるでしょう。夜空を見上げながら、昔話に耳を傾けてみてください。狂人の物語の中に、あなた自身の物語、そして、私たち人間が抱える、普遍的なテーマを見つけることができるかもしれん。ません。さ、ゆっくりと目を閉じ、眠りに誘う、優しい物語の世界に浸りましょう。誘う、世界各地の神話と伝説の世界、あなたの知らない不思議な物語たち。あなたは、夜空を見上げながら、遠い昔の人が、どんな夢を見ていたのか、考えたことはあるかな？今日は、世界中の神話や昔話を旅しながら、あなたを眠りに誘う、不思議な物語の世界へ連れて行くよ。遠い昔、水戸は自然の力や不思議な現象、神やセレ、妖怪といった存在に例えて理解しようとしました。夜空に輝く星や、光ごと鳴り響く雷、そして、豊かな実りを与えてくれる大地。それらすべてに神が宿り、人の生活を支え、地には試練を与えていたと信じられていたんだ。例えば、ギリシャ神話には、美しい女神アフロディテや、海の支配者、ポセドン、そして、知恵と戦いの女神アテナ、といった、個性豊かな神が登場する。彼らの物語は、地に壮大で、地に切なく、地にコミカルで、人間ドラマのようでいて、私たちを魅了してやまない。また、北欧神話には、雷神トルや、枯渇な神ロキ、そして、梅の三女神といった、この神が登場する。彼らは、人間の世界に直接関わり、野菜害、そして梅を司っていたんだ。日本の神話では、アマテラス大臣やサノオといった神が、国土や自然を創造し、人を見守っている。彼らの物語は、私たち日本人の心の奥底にある、自然への池の念や、祖先への敬意を表現していると言えるだろう。世界各地の神話や昔話は、それぞれの文化や歴史を反映しているだけでなく、私たち人間が抱える、念の手間、愛、不明、そして希望、独自の視点で語っている。これらの物語を紐解いていくことで、私たちは遠い昔の人の考え方や価値観に触れることができ、自分自身の内面、を見つめ直すことができるのかもしれない。さ、静かな夜に、耳を澄ませて、遠い昔の人の語り継いできた物語に耳を傾けてみて。きっと、あなたも眠りに誘われる、優しい世界に包まれることだろう。無理の質を高めるためのヒント、心身のリラックス効果で、ぐっすり眠るための三つの方法。今日は疲れたな。なかなか寝つけないな。そんな風に感じることはありませんか？現代社会は、仕事や人間関係、消耗過多など、ストレスを抱えやすい環境です。睡眠不足は心身に悪影響を及ぼし、集中力や免疫力の低下、さらには病気のリスクを高めることも。でも、大丈夫！この動画では、心身をリラックスさせ、質の高い睡眠へと導くためのヒントを3つお伝えします。1、心地よい音楽とアロマの力。睡眠導入の音楽やアロマは、心を落ち着かせ、リラックス効果を高めるのに、役立ちます。例えば、ピアノの調べや、自然の音、優しいメロディの音楽を聴くことで、脳波がリラックス状態へと移行しやすく、なります。また、ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果の高いアロマを焚いたり、
を枕に垂らしたりするのもおすすめです。香りは五感を刺激し、心身に直接働きかけるのでストレスを軽減し、短眠へと導いてくれるでしょう。に、温かいお風呂と睡眠の準備。寝る前にゆっくりと温かいお風呂に浸かることは、体の芯から温め、リラックス。効果を高めるだけでなく、睡眠の準備を整える効果も期待できます。お風呂の温度は、体温より少し高めの40前後が最適です。ゆっくりと湯船に浸かりながら、一日の疲れを洗い流しましょう。入浴後はパジャマに着替え、部屋の照明を暗くして、寝る準備を始めましょう。3、深呼吸と瞑想で、心を穏やかに。深呼吸や瞑想は、心を落ち着かせ、リラックス効果を高めるための効果的な方法です。深呼吸をすることで、酸素を効率的に取り込み、心拍数を落ち着かせます。瞑想は雑念を払い、心を穏やかな状態に導きます。寝る前に数分間、深呼吸や瞑想を行うことで、心身をリラックスさせ、質の高い睡眠へと導くことができます。これらのヒントを参考に、あなたも心身のリラックス効果で、ぐっすり眠れるようになりましょう。睡眠の質を高め、心身ともに健康的な毎日を送ってください。ミンドに、お部屋掃除で開運。その秘密と、あなたに合った掃除方法を優しく解説。こんばんは。今日は、ちょっと不思議な手間でお話しましょう。汚い家の掃除をすると、開運する。そう聞いたことありませんか？もしかしたら、あなたも心のどこかでそう思っているかもしれませんね。でも、実際はどうなのでしょう。掃除なんて面倒だし、効果なんてあるのかな。そう思っている人もいるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。もしかしたら、あなたが思っている以上に、掃除には驚くべき効果があるかもしれません。あ、掃除で開運。そんなの関係ないでしょ。そう思ったあなたも、ぜひ最後まで聞いてください。今日は、あなたの心をリラックスさせながら、掃除と開運の関係について、ゆっくりと紐解いていきましょう。そして、あなたにぴったりの掃除方法も一緒に見つけていきましょう。さ、一緒に穏やかな気持ちで、開運の扉を開けてみましょう。掃除がもたらす心の変化。まず、掃除がもたらす心の変化について考えてみましょう。汚れた部屋は心にも影を落とすと言われています。散らかった部屋はあなたの心をざわつかせ落ち着きを奪ってしまうかもしれません。逆に整理整頓された清潔な部屋は心を穏やかにしリラックス効果をもたらします。掃除をすることであなたは部屋の汚れだけでなく、心の中のモヤモヤも一緒にきれいにしていくことができるのです。開運掃除の具体的な方法。では、具体的にどんな掃除をすれば開運効果が期待できるのでしょうか。ポイントは、あなたの心を込めて丁寧に掃除することです。例えば、玄関はあなたの家の入り口であり、ドンキの出入り口でもあります。玄関を丁寧に掃除することで、良い気を招き入れ、悪い気を追い出す効果があると言われています。また、キッチンは、家族の健康を司る場所です。キッチンを清潔に保つことで、家族の健康を高めることができるでしょう。そして、寝室は、あなたが心身ともにリラックスできる場所です。寝室をきれいに掃除することで、質の高い睡眠を得ることができ、心身ともにリフレッシュできます。あなたに合った掃除方法を見つける。掃除はしたいけど、なかなかやる気が出ない。そんな人もいるかもしれません。でも、大丈夫。あなたに合った掃除方法を見つけることが重要です。
えば、一気に全部やるのではなく、毎日少しの時間で良いので、少しずつ掃除をすることから始めてみましょう。あるいは、好きな音楽をかけながら掃除をしたり、掃除が終わった後にご褒美を用意するのも良いですね。大切なのは、無理せず、自分のペースで掃除を楽しむことです。掃除を通して快感もつかむ。掃除は単なる家事ではありません。それは、あなたの心を清め、運気を高めるための素晴らしい機会なのです。今日から、掃除を通して快感を目指しましょう。そして、穏やかな心と美しい五感で豊かな人生を歩んでいきましょう。この動画があなたの心をリラックスさせ、明日からの掃除への意欲を高めるお手伝いができれば幸いです。ありがとうございました。と、神話の調べ、古事記から生まれた幻想的な音楽の世界。夜空に輝く満月を見上げながら、そっと目を閉じよう。静かな呼吸の音だけが聞こえる。そんな穏やかな夜に、あなたを古代の物語の世界へと誘う音楽たち。今日は、古事記や日本神話、昔話、そして、世界各地に伝わる神話や伝説を題材にした音楽の世界を、一緒に旅してみよう。耳に優しいメロディ、心を揺さぶる調べ。地には粗大なオーケストラ。地には静寂の世界を奏でるピアノの音色。これらの音楽たちは、古代の人の暮らし、信仰、そして自然への生きの根を、私たちに語りかけてくれる。例えば、日本の神話に登場する、アマテラス大神の物語を表現した楽曲は、太陽の光が降り注ぐような、力強いメロディで、私たちを神聖な世界へと導いてくれるだろう。また、日本の昔話である、浦島太郎をモチーフにした音楽は、貝の古代さと神秘的な雰囲気を醸し出し、穏やかな波、ノートのようなメロディで、私たちを夢の世界へと誘う。世界各国の神話や伝説も、音楽を通して、その魅力を存分に味わうことができる。北欧神話に登場する、オーディンの物語を表現した音楽は、力強いメロディと、壮大なスケールで、私たちを神の世界へ、と誘い、ギリシャ神話に登場する女神アフロディテを表現した音楽は、指で感の的な旋律で、私たちを、愛と美の世界、へと導く。これらの音楽たちは、単なる娯楽を超えて、私たち自身の心の奥底に眠る、忘れかけていた大切な何かを呼び覚まして、くれる。さ、心を落ち着かせ、深い呼吸をしよう。そして、古代の物語の世界に浸りながら、心安らぐひと時を過ごしてみてほしい。コメントで、あなたの好きな神話や昔話、そして、それらを題材にしたおすすめの音楽を教えてください。眠りに誘う、優しい物語の世界、昔話、神話、そして伝説の奥深い魅力。こんばんは。今日は、夜空に浮かぶ満月のように、静かで穏やかな時間を一緒に過ごしましょう。あなたは、物語の始まりを考えたことはありますか？あの夢な漫画家だって、きっと、どこかの物語からインスピレーションを得ているはず。もしかしたら、あなたの隣にある本棚に並んだ、あの昔話や神話からかもしれません。なぜ漫画家って、何をベースに物語考えれるんですか？昔話とか神話から。そう、まさにその通りです。漫画家だけでなく、小説家や映画監督、あらゆる物語を生み出す人たちは、古今東西の物語から学び、影響を受けて、いるんです。昔話、神話、伝説。これらの言葉は、私たちの心の奥底に眠る、忘れかけていた
大切な何かを呼び覚ましてくれます。ミワ、神話、伝説を一括りにした呼び方はあるのでしょうか。明確な定義はないけれど、どれも語り継がれてきた物語という共通点があります。遠い昔の人が自分たちの暮らしや願い、そして恐怖を込めて紡いだ貴重な言葉の遺産と言えるでしょう。日本以外の神話や昔話で土星愛が出てくる話はありますか？プス、興味深い質問ですね。実は世界各地に土星愛を古典的に描いた神話や昔話が存在するんです。例えば古代ギリシャ神話には美少年アキレウスとパトロクロス、そしてディオヘラクレスとイオラオスの物語など、多くの土星愛の描写が見られます。これらの物語は私たちに多様性を受け入れ、異なる愛の形を理解することの大切さを教えてくれます。日本昔話はいつの時代に誰が初めに作られたのように、日本昔話は長い年月をかけて人の故障によって語り継がれてきたものです。特定の作者や時代を特定することは難しいですが、それぞれの地域や文化を反映した貴重な文化遺産と言えるでしょう。二次創作についての質問です。日本昔話やギリシャ神話などの物語を、昔話や神話の世界はまさに創造の方向。あなたもこれらの物語からインスピレーションを受け、オリジナルの物語を紡いでみてはいかがでしょうか。例えば桃太郎の物語を現代風にアレンジしたり、ギリシャ神話を舞台にしたファンタジー小説を書いたり、あなたの想像力は無限の可能性を秘めているのです。とはいえ昔話でよくしている時の姿を見ないでと小生が男性に、を見ないでというフレーズは僕の昔話や伝説に登場します。これは人間の欲望や恐怖、そして梅に対する池の根を表しているのかもしれません。例えばギリシャ神話に登場するメニューサは美しい女性の姿をしておりながら、その姿を見た者は石になってしまうという恐ろしい存在です。この物語は私たちに表面的な美しさの裏に隠された危険を警戒するよう教えてくれます。静かな夜空の下、昔話や神話の世界に思いを馳せてみませんか。これらの物語は私たちに人生の教訓を与え、豊かな想像力を育んでくれるでしょう。そして眠りにつく前に心を穏やかに満たしてくれる優しい光のような存在かもしれません。ゆっくりと深呼吸をして眠りの世界へと旅立っていきましょう。おやすみなさい。眠りに誘う優しい物語の世界、神話、伝説、昔話の違いがわかる。あなたも知ってるあの物語の秘密、竹取物語と浦島太郎、どちらも日本を代表する物語だけど、実は神話と伝説の違いが隠されているって知ってた。神話は神様や超自然的な存在が登場する話。例えば、アマテラス大臣が天岩戸に隠れた話や、イザナギとイザナミが国を作った話など、伝説を歴史的な出来事や人物を題材にした話。でも、少し脚色されていることが多いんだ。例えば、源の義経の伝説や、織田信長の伝説など、昔話は、人の暮らしや願いを題材にした話。僕は、教訓や人生の知恵を語り継ぐために生まれたんだ。桃太郎や金太郎など、みんな知ってる話も多いよね。じゃ、この三つの違いは何？まず、神話と伝説の違いは、神様の存在。神話は神様や超自然的な存在が中心。伝説は人間が中心で、神様は登場しても脇役なんだ。次に、
昔話との違いは時代設定。神話と伝説は昔の話だけど、昔話には明確な時代設定がないことが多い。でも実は神話、伝説、昔話には共通点も多いんだ。例えば三つ全てに教えや願いが込められている。神話は世界や人間の起源を説明したり、自然現象を神様の仕業だと説明したりする。伝説は英雄の活躍や偉人の業績を語り継ぎ、人に勇気を与えたり、教訓を伝えたりする。昔話は、日常生活の知恵や教訓を語り継ぎ、子供たちの成長を助ける。例えば、浦島太郎の伝説は、人間の欲望の危険性を教えてくれる。一方、桃太郎の昔話は、勇気や正義感を持つことの大切さを教えてくれる。そして、神話、伝説、昔話には、共通して想像力と想像力が溢れている。物語の世界に浸ることで、私たちの心はリラックスし、想像力を刺激される。難しいことを考えずに、ただ物語の世界に没頭してみよう。きっと、あなたの心も穏やかに、そして豊かになるよ。リニサソ、夜空の物語、世界各地に眠る、愛と幻想の神話たち。夜空を見上げると、無数の星が輝いています。まるで、遠い昔の人が語り継いできた神話や伝説が、星屑となって夜空に散りばめられているかのよう。あなたは、夜空を見上げて、どんなことを思いますか？もしかしたら、遠い昔の人が、星に願いを込めたのでしょうか？それとも、夜空に輝く星が、神や異様世たちの住みかなのかもしれません。今日は、そんな壮大な夜空の物語、神話や伝説の世界へ、一緒に旅に出かけましょう。世界各地には、愛と幻想に満ちた、異色も不思議な物語が数多く存在します。ギリシャ神話では、神と人間の禁断の愛が、悲劇と希望を生み出します。北欧神話では、勇敢な戦士たちの戦いが、壮絶な運命を刻み込みます。そして、東洋の神話では、竜や鳳といった、神秘的な生き物が、人の願いを叶える存在として登場します。神話や伝説は、単なる物語ではなく、人の願いや夢、そして希望を映し出す鏡です。遠い昔の人が、自分たちの世界を理解しようと試みた証であり、私たち現代人にとっても、人生の指針となるよ。な、大切なメッセージを伝えています。例えば、ギリシャ神話に登場する英雄ヘラクレスは、巣の苦難を乗り越え、その強さと優しさで、人を救います。彼の物語は、どんな困難にも立ち向かう勇気と、周りの人たちを思いやる大切さを教えてくれます。また、日本神話に登場するアマテラス大神は、太陽神として、人に光と生命を与え、人の暮らしを見守っています。彼女の物語は、私たちが生きていく上で大切な、希望や愛、そして生命の尊さを教えてくれます。神話や伝説は、決して過去の物語ではありません。それは、私たちが今生きている世界を理解し、未来へと進んでいくための羅針盤なのです。夜空に輝く星を眺めながら、あなたも神話や伝説の世界に思いを馳せてみませんか？きっと、新たな発見と感動に出会えるでしょう。そして、あなたの心を優しく包み込む、温かい眠りに誘ってくれるかもしれません。無理に誘う、優しい物語の世界、神話と昔話に秘められた、心の奥底。夜空を見上げると、無数の星が輝き、静寂が、心を包みます。そんな静かな夜に、あなたを眠りに誘う、優しい物語の世界へご案内しましょう。
私たちが子供の頃から親しんできた神話や昔話には不思議な魅力があります。太陽や月、山や川、そして動物たち。自然の中に神やセレを感じ、そこに暮らす人の営みや願いが織りなす物語は、時を超えて私たちを魅了し続けています。なぜ神話や昔話には私たちを引きつける力があるのでしょうか。それは私たち人間の心の奥底に深く根差した普遍的な願いや恐怖、そして愛や希望といった感情を映し出す鏡だからかもしれません。例えばギリシャ神話に登場するゼウスは天下の神であり、神の利を操る力を持つ存在として描かれています。ゼウスは人間の世界に干渉し、木には愛し、木には怒りをぶつける存在として人間の感情そのものを象徴していると言えるでしょう。日本の神話に登場するアマテラス大神は太陽神として、攻めの源である太陽の光を司る存在です。アマテラス大神は私たち人間に光と希望を与える存在として、私たちが抱く心の奥底の願いを表現しているのかもしれません。昔話の中には私たちが日の生活の中で感じる喜びや悲しみ、そして愛や別れといった感情が鮮やかに描かれています。例えば日本の昔話、桃太郎は期待時という冒険を通して勇気や正義といった大切な価値観を教えてくれます。また昔話浦島太郎は人間の好奇心と自然との調和というテーマを美しい物語として表現しています。神話や昔話は単なる物語ではなく、私たち人間の心の奥底にある感情や願いを映し出す鏡であり、私たちの心の奥底を深く理解するためのヒントを与えてくれるかもしれません。夜空を見上げながら神話や昔話の世界に思いを馳せてみてください。きっとあなた自身の心の奥底に眠る大切な何かを発見できるはずです。さ、ゆっくりと目を閉じ、優しい物語の世界へ旅立ちましょう。ドニュ、寝る前に聞きたい優しいおやすみストーリー、大喜利大宮部長の夢物語。さ、目を閉じ深い呼吸をしてみてください。静かな夜空に浮かぶ満月を眺めながら、優しい物語の世界へ旅立ちましょう。今日はちょっと変わった部長さんの物語を聞かせてあります。大喜利王者部長ってご存知ですか？社内ではその奇想天外な発想と毒舌で有名なちょっと変わった部長さんなんです。いつもみんなを笑わせるユーモアたっぷりの人だけど、実は心の奥底には誰も知らない秘密を抱えていました。部長はいつも仕事に追われ、休む暇もなく働いていました。でも本当は疲れていたんです。心はいつもどこか満たされない気持ちでいっぱいでした。ある夜、部長はいつものように会社に残業していました。机の上には、山積みになった書類と、アイデアが詰まったノートが置かれています。こんなにも頑張っているのに、一体いつになったら報われるんだろう。そうつぶやく部長の耳に、優しい声が聞こえてきました。それは、まるでどこからともなく聞こえてくる。負のささやきのような声でした。夢を見なさい。あなたの心を自由にさせてくれる夢を。部長はその声に導かれるように目を閉じました。すると目の前に広がったのは今まで見たことのない不思議な世界。そこにはキラキラと輝く星が降り注ぎ、虹色の雲がゆっくりと流れていました。部長はその美しい吹けに心を奪われ、夢の世界を自由に駆け巡りました。そして、その夢の中で、部長は大切なことに気づきました。仕事も大切だけど、自分の人生をもっと豊かにするために、夢を追いかけることも大切なんだ。そう気づいた部長は、
再び現実の世界に戻ってきました。そして、夢の中で見た美しい景色を胸に、新たな目標に向かって歩き始めたのでした。部長は会社で働く傍ら、趣味で小説を書き始めました。最初は、お笑いのネタを書き連ねていた部長でしたが、だんだんと自分の心の奥底にある思いを言葉にしていくようになりました。部長は自分がどんな夢を持っているのか、どんな人生を送りたいのか、改めて考えました。そして、その思いを込めた小説を書き上げたのです。部長は小説を出版社に持ち込みました。最初は、なかなか認められませんでした。しかし、部長は諦めませんでした。何度も書き直し、何度も挑戦しました。そして、ついに、部長の小説は、出版社から出版されることになったのです。部長は、自分の夢を叶えた喜びで満たされました。そして、これからも夢を追い続け、多くの人を笑顔にしていきたいと決意しました。さ、あなたも目を閉じ、自分の夢を想像してみてください。どんな夢を叶えたいですか？この物語が、あなたの眠りを、より深く、そして穏やかに導くことを願っています。おやすみなさい。寝る前に聞きたい。蒸気師アランナと古代の物語の謎。昔話、神話、そして真実。蒸気師アランナシリーズ。あなたは、読んだことある。刀剣に満ち溢れた物語だけど、よく見ると、童話って書いてあるよね。なんでだろう。童話って、子供向けのおとぎ話ってイメージがあるけど、実は深い意味や、メッセージが隠されていることも多いんだ。例えばシンデレラは、逆境を乗り越える希望、そして、赤ずきんは、危険な世界を生き抜く知恵を、教えて、くれる。チョキシがアランナも、もしかしたら、表面的な冒険物語だけでなく、もっと深い意味が隠されているのかもしれん。ない。ところで、ドアとか、ミワとシンワって、一体どこから生まれたんだろう。昔話って、本当にあったことなのか、それとも、誰かの作り話なのか、いつも気になってしまう。昔話の昔昔って、一体どれくらい昔なんだろう。ギリシャ神話や昔話に出てくる神様や怪物、それらは本当に存在したのだろうか。それとも、誰かの妄想の産物。もしかしたら、神話や昔話には、私たちが知らない、真実の歴史が隠されているのかもしれない。例えば、ギリシャ神話に出てくるゼウスやポセドンは、もしかしたら、実在した人物をモデルにしているのかもしれん。ない。あるいは、昔話に登場する竜や妖精は、古代の人が見た、道の生き物だったのかもしれない。神話や昔話は、単なる作り話ではなく、古代の人が抱いた夢や希望、そして、恐怖や不安を表現したものなのかも。知れない。蒸気師アランナを読んで、そんなことを考えさせられたんだ。あなたも、昔話や神話について、考えてみてほしい。もしかしたら、私たちが思っている以上に、深い意味や真実が隠されているのかもしれない。さ、ゆっくり眠りにつきながら、古代の物語の世界に思いを馳せてみよう。おやすみなさい。眠りへ誘う、優しい語り、心を解きほぐす、夜のリラックス、睡眠導入に最適な音楽。こんばんは。今日は、ゆっくりと眠りに誘う、優しい音楽の世界へご案内します。日の疲れやストレスから解放され、穏やかな夜を過ごしたい。そんな気持ちに応える、
心を解きほぐすような音楽を集めてみました。ゆったりとしたリズム、心地よいメロディがあなたの心を包み込み、穏やかな眠りへと誘います。まるで優しい風がそっと頬に触れるような、そんな感覚を味わえるでしょう。目を閉じ、深い呼吸とともに音楽に身を委ねてみてください。音楽の波に乗りながら、心は穏やかに、体もリラックス。日中の喧騒から離れ、静寂の世界へ。自然の音や鳥のさえずり、優しいピアノの音色、心を落ち着かせるギターの音色、奇妙な音色が織りなす。ハーモニーがあなたの心を癒し、安らかな眠りへと導いてくれるでしょう。深い眠りに落ち、パスへの活力を充電しましょう。この音楽が、あなたの夜を、より穏やかに、そして心地よいものにしてくれることを願っています。視聴者の感想。本当に心が落ち着く音楽ですね。聴いていると、自然と眠くなってしまうほどです。日のストレスから解放された気分になれます。ぐっすり眠れるようになりました。優しいメロディが、私の心を包み込んでくれます。まるで、暖かいお布団にくるまっているような感覚です。仕事で疲れた時に聞くと、心が安らぎますね。おすすめです。寝る前に聞くと、ぐっすり眠れるので、毎日欠かさず聞いています。関連度が、睡眠導入に最適な自然の音、癒し効果の高いピアノ音楽、眠りを誘う優しいギターの音色、心を落ち着かせるクラシック音楽、ストレス解消に効果的な音楽。チャンネル登録はこちら。このチャンネルでは睡眠導入に最適な音楽や心を癒す音楽を配信しています。ぜひチャンネル登録をして、あなただけの音楽を見つけてください。睡眠導入、なぜ日本昔話はおじいさんが善人で、おばさんが悪人なの？その謎を紐解く。あなたは、昔話に出てくるおじいさんが優しい、おばさんが意地悪というパターンに、違和感を感じたことは、ありませんか？なんでいつもこうなんだろう。もしかして、昔の日本人はおばあさんが嫌いだったのかな。そんな疑問を持つ方もいるかもしれませんね。実は、このパターンには、深い意味と歴史が隠されているんです。今日は、そんな日本昔話のおじさんとおばあさんの関係性について、一緒に考えていきましょう。昔話には、登場人物の行動や言葉の中に、当時の社会規範や価値観が反映されていることが多いです。例えば、おじさんが優しいのは、当時の社会において、年長者は尊敬され、子供や若い世代を導く存在だったから。です。一方で、おばさんが意地悪な描写が多いのは、現代では考えにくいことですが、昔は、女性は男性よりも社会的な、立場が低く、家庭内で従属的な役割を担っていたケースが多かったためと考えられます。さらに、昔話は、子供たちに教えを説くための句話としても重要な役割を果たしていました。おばさんの意地悪なことを通じて、子供たちは嘘をついたり、ずる賢く振る舞ったりすることはいけないという、教訓を学んだのです。つまり、昔話のおじさんとおばあさんの関係性は、単なるステレオタイプではなく、当時の社会構造や倫理観を反映し、たものであり、子供たちに大切な価値観を伝えるための教訓として機能していたのです。もちろん、すべての昔話が、おじいさんが善人で、まあさんが悪人というわけではありません。中には、おばさんが賢く優しい存在として描かれている作品も存在します。大切なのは、昔話を単なる物語としてではなく、当時の社会や文化を理解するための
主要な資料として捉えることです。今日から昔話を少し違った視点で見てみると新たな発見があるかもしれません。さ、ゆっくりと呼吸を整えて優しい昔話の物語の世界へ旅立ちましょう。あなたの心が穏やかに満たされることを願っています。ドミュ、運が悪いと感じたらこれを試してみて。開運のお守り選び、効果的な開運方法をご紹介。最近運が悪いなと感じたことはありませんか？仕事がうまくいかなかったり、人間関係がうまくいかなかったり、シャッとしたことでイライラしたり、そんな時あなたもきっと何か良い方法はないかなと開運方法を探しているかもしれません。そこで今回は開運のお守りの選び方や効果的な開運方法についてお話します。お守りは開運、厄除け、復讐、どれを選べばいいの？お守りはその種類によって効果も違います。開運のお守り、運気を上昇させ、幸運を引き寄せたい時に。厄除けのお守り、厄災や不運絡みを守りたい時に。福守るのお守り、家内安全や無病息災、商売繁盛など様な願いを叶えたい時に。それぞれの願いに合わせてあなたにぴったりのお守りを探してみましょう。開運のお守りはどこで手に入れるの？神社やお寺で授与されることが多いですが、最近ではネット通販でもろな種類のお守りを購入できます。自分の願いに合ったお守りを探して大切に持ち歩きましょう。開運のお守り、効果的な使い方ってあるの？お守りはただ持ち歩くだけでは効果を発揮しません。感謝の気持ちを込めてお守りを持ち歩くこと、お守りを清潔に保つこと、お守りを定期的に感謝の気持ちを持って掃除すること、これらのことを心がけることでより効果的に開運効果が期待できるでしょう。お守りの他に開運方法ってないの？もちろんお守り以外にも開運方法はたくさんあります。毎朝太陽の光を浴びて感謝の言葉を口にする。好きなことをして心から笑顔になる。周りの人に優しく接すること、これらのことを意識することで心も体もポジティブになり運気もアップするでしょう。まとめ、運が悪いと感じたらまずは開運のお守りを探してみてはいかがでしょうか。そして感謝の気持ちを忘れずに心から笑顔で過ごすことを心がけましょう。きっとあなたの運気も上昇し良い方向に進んでいくはずです。コメント欄ではあなたの開運エピソードやお守りの選び方について教えてくださいね。あなたの幸運を心から願っています。美への誘い、日本の昔話と世界の神話に隠された共通点を探る旅。あなたは夜空を見上げながら静かに月を見つめるとき、どんなことを考えるだろうか。きっと遠い昔の人も同じように夜空を見上げて自分たちの物語を紡いできたことだろう。日本の昔話、朝鮮半島の神話伝説、そして世界各地に伝わる数の神話はまるで夜空の星のように、それぞれが輝きを持ち独自の物語を語りかけてくる。なぜ日本の昔話が朝鮮半島の神話伝説と酷似しているのか。この疑問はまるで夜空に浮かぶ星屑のように私たちの心に静かに問いかけてくる。確かに日本の昔話や神話には吸血鬼のようなエピソードはあまり見られない。それは日本の文化や歴史の中で吸血鬼という存在がそれほど重要視されてこなかったのかもしれない。しかし考えてみてほしい。世界には
様々な文化や歴史の中で、様々な神話が生まれ、語り継がれてきた。キリスト教の聖書にも、解体の伝説や神話が描かれている。そして、日本の昔話や神話にも、解体の伝説や神話は数多く存在する。例えば、夢の浦島太郎の物語は、弓矢木という異世界への旅を描いている。これは、単なる物語ではなく、古代の人が抱いていた、道の世界への時計や、この世界に対する、畏怖の根を表し、ているのかもしれない。夜空に浮かぶ星のように、それぞれの神話や伝説は、私たちにようなメッセージを語りかけてくる。そして、それらのメッセージを理解しようとすればするほど、私たちは、自分たちの心の奥底にある、根源的な問い、へと導かれていく。一体、私たちはどこから来て、どこへ行くのか。私たちの存在とは、一体何なのか。夜空を見上げながら、静かにこれらの問いを心に問いかけてみよう。そして、ゆっくりと、深い眠りに落ちていこう。静かな夜空の下、あなたの心は、新たな発見と理解へと導かれるだろう。眠りに誘う、優しい物語、心を解きほぐす、夜の雑学。こんばんは。今日は、眠る前にちょっとだけ、心を解きほぐすような、優しいお話を聞いてみませんか。夜空を見上げると、ここと輝く星が、静かに見守ってくれているように感じます。静かな夜に、そっと耳を傾けてみると、遠くから、虫の音が聞こえてくるかもしれません。あなたも、きっと、日の喧騒の中で、疲れていることでしょう。仕事や人間関係、いろんな悩みを抱えながら、毎日を過ごしているのではないでしょうか。そんな時は、少しだけ心を休めて、ゆったりと呼吸をしてみてください。そして、優しい音楽を聴いたり、好きな本を読んだり、温かいお茶をゆっくりと味わったりする時間を作ってあげてください。今日の夜も、穏やかに眠りにつけることを願っています。さて、あなたは格付けチェックという番組をご存知ですか？高級食材とそうでない食材を見分ける、あの番組です。あの番組のお題で、高級な方って、本当にあれだけお金のする価値があるのでしょうか？あるいは、あなたは大仏の目が半開きという証言を聞いたことがありますか？これは一体、どういう意味なのでしょうか？もしかしたら、あなたはデトフクロウという言葉を初めて耳にしたかもしれません。これは一体、どんなものなのでしょうか？長生きの秘訣は、人それぞれですが、あなたにとって大切なのは何でしょうか？鎌ヶ谷小仏という地名、あなたはご存知ですか？この地名には、どんな歴史や物語が隠されているのでしょうか？そして、あなたは小泉みゆきさんという名前をご存知ですか？彼女は一体、どんな番組に出演しているのでしょうか？年末のモノマネ番組、懐かしいですね。あの番組で、誰のモノマネが一番印象的でしたか？これらの疑問、あなたもきっと抱いたことがあるのではないでしょうか？この夜の雑学は、あなたに眠りへと誘う、優しい物語の始まりです。さ、一緒に、眠る前のひとときを、穏やかに過ごしましょう。眠りを誘う、世界の神話の物語、心を解きほぐす、知られざる伝説と教訓。夜空を見上げると、無数の星が輝き、私たち、その壮大さに、心を奪われます。そして、星が織りなす、夜空の物語は、太古の昔から、人の心を魅了し、
様々な神話や伝説を生み出してきました。あなたは夜空を見上げながらどんなことを思いますか？もしかしたら星が語りかけてくるような不思議な感覚に包まれるかもしれません。私たちはそれぞれの文化や歴史の中で独自の宇宙観や神話を育んできました。神の存在、創造の物語、竜たちの冒険、そしてアイアといった普遍的なテーマが世代を超えて語り継がれてきます。と、今日はそんな神話の奥深い世界へあなたを誘いたいと思います。世界各地にはキリスト教以外にも解体の伝説や神話が数多く存在しています。例えば、ギリシャ神話では、ゼウスは人間の姿に変身し、美しい女性たちと恋に落ち、多くの子供をもうけました。また、インド神話では、ビシュヌ神話、ザナ化身によって、人を救済し、世界を維持しています。これらの神話は、単なる物語ではなく、その時代に生きていた人の願いや恐怖、そして世界に対する深い理解を表していると言えるでしょう。さらに神話の中には現代においても私たちに重要なメッセージを伝えるものも数多くあります。例えば日本の神話ではアマテラス大神は太陽神であり、生命の象徴でもあります。アマテラス大神が姿を隠したことで、世界は暗闇に包まれます。しかし、似たような努力を重ね、アマテラス大神を再び地上に戻すことに成功します。この物語は、私たちが困難に立ち向かい、希望を捨てずに生き続けることの大切さを教えてくれます。また、中国の伝説では、クツギと浄化は、人間を創造したとされています。彼らは世界を秩序立て、人に文化や技術を授けました。この伝説は人類がどのようにして誕生し、無名を築いてきたのか、その起源を探るヒントを与えてくれます。神話は時代や文化を超えて、人の心をつなぐ架け橋となるでしょう。そして神話を通して、私たちは自分自身や世界について新たな視点を得ることができるかもしれません。さ、あなたも神話の海へ旅立ちませんか？夜空の星を見上げながら古代の人が語り継いできた神話を想像してみてください。そして、あなた自身の物語を紡いでみてください。もしかしたら、あなたも新たな神話の創造者になることができるかもしれません。いさそう、優しい物語。なぜ狂人は昔話や童話に頻繁に登場するのか。夜空を見上げると、満天の星が輝き、静かな月が静かに見守ってくれている。そんな穏やかな夜には、昔話や童話の世界に思いを馳せるのも良いものです。ジャックと豆の木や、クリムドアなど、多くの人が子供の頃に耳にした物語には、必ずと言っていいほど、狂人が登場します。なぜ狂人は、これほどまでに多くの物語に頻繁に登場するのでしょうか。それは、狂人が人間の想像力にとって、非常に魅力的な存在だからかもしれません。狂人は、私たち人間よりもはるかに大きく力強い存在。その圧倒的な力と存在感は、池の念と同時に、恐怖や不安も呼び起こします。例えば、ジャックと豆の木では、狂人はジャックを脅かす存在として描かれます。しかし、一方で、狂人は優しい存在として描かれることもあります。例えば、日本の昔話。ドラシマ太郎に登場する乙姫様は、弓矢木の主である、両の娘であり、狂人のような存在ですが、ドラシマ太郎に対して、優しく接します。狂人のイメージは、時代や文化によって異なる場合があります。西洋では、
狂人はしばしば悪役として描かれます。一方東洋では狂人は神や精霊として崇拝されることもあります。狂人は私たち人間の潜在意識に深く根ざした存在かもしれません。私たちが抱く未知なるものに対するイケマネ、そして自分たちの小ささに対する不安、これらの感情が狂人のイメージを作り出すのかもしれません。夜空に輝く星を見つめながら昔話や童話に登場する狂人の存在について考えてみるのも良いかもしれません。狂人は私たちの想像力をかきたてる魅力的な存在、その存在をとして私たちは自分自身や世界についてより深く理解できるのかもしれません。ニサソン、優しい硬い、日本、中国、韓国の共通点と違いを探る神話と昔話の世界、夜空にここと輝く星を見上げながら静かな呼吸を繰り返す。そっと目を閉じればそこには不思議な世界が広がっている。遠い昔、人は自然の力や不思議な現象を神の仕業だと信じ、その物語を語り継いできた。日本、中国、韓国、同じアジアに位置するこれらの国には共通点と違いが織りなす魅力的な神話と昔話の世界が存在する。今日はあなたを眠りに誘う優しい語りを通して、これらの国の神話と昔話を探求する旅へご案内しよう。共通するテーマ、自然への池の根。日本、中国、韓国の神話には自然への池の根が共通して見られる。山や川、海、太陽、かつ、そしてような生き物たち、それらは単なる存在ではなく神やセレが宿る神聖な場所として崇められてきたのだ。例えば日本の神話では、アマテラス大神、アマテラス海神が太陽神として、また海の神であるバタツミ、ワタツミが重要な役割を担っている。中国神話では天を司る天帝や大地を司る地母神が、そして韓国神話では天を司るカインファンインや大地を司るタ、ヒミ、タンガンがそれぞれ自然界の秩序を維持する存在として登場する。これらの神は人に補助をもたらしたり、災いから守ったりする存在として人の生活に深く根ざしていた。そしてその神を祀る祭りが行われ、神話を語り継ぐことで人は自然との調和を保ち、生活の知恵を伝えてきたの。と、異なる文化が織りなす物語、日本、中国、韓国の神話と昔話の比較。共通点がある一方で、それぞれの国の神話と昔話には、独自の文化や歴史が反映された、この物語が数多く存在する。日本の神話では、神が人間社会に深く関与し、人間の起源や社会の形成に関わっている。夢な古事記や日本書紀には、アマテラス大神やスサノオノミコトといった神の活躍や、国土の誕生、皇室の起源、などが記されている。中国神話では、神の敬意が強く、人間社会は天命によって支配されているという考え方が根強い。三国志や西遊記といった物語には、政治、道徳といったテーマが描かれ、人間の恋や雨、そして理想的な社会、について深く考えさせられる。韓国神話では、建国神話や民族の起源、英雄譚などが多く見られる。丹空神話や国里の伝説は、韓国民族のアイデンティティを形成する重要な物語であり、歴史と文化をつなぐ重要な役割を果たしてきた。これらの神話と昔話を比較することで、それぞれの国の文化や歴史、価値観、そして
人の考え方について理解を深めることができるだろう。眠りへと誘う優しい語り。夜空を見上げながら静かに語り継がれる神話と昔話の世界。それは私たち人間の想像力と創造性を育み、過去から未来へとつながる大切な遺産である。心穏やかに、そして優しい眠りに誘われるように、それぞれの国の神話と昔話をゆっくりと味わってみてほしい。そこにはあなたを魅了する忘れられない物語がきっと存在するだろう。眠りに誘う優しい物語、グリムドアと私たちを包む昔話の世界。夜空にここと輝く星を見上げながら、あなたは何を思いますか？静寂の中で優しい風がそっとあなたの方に触れ、遠い昔からの物語が耳元で囁かれるような。グリムドアには地に残酷で地に不思議な物語が詰まっています。母親が子供を襲おうとする話、あなたはなぜそうなるのか疑問に思ったことはありませんか？それは私たち人間の心の闇と向き合う古来からの物語の力なのかもしれません。グリムドアのように人間が出てこない昔話、神話、伝説はたくさんあります。例えば自然のセレが織りなす森の物語、太陽と月の神話は語り継がれる神話の世界。これらの物語は人間を超えた壮大なスケールで、宇宙の神秘や自然の力、人間の心の奥底にあるものを教えてくれます。サクロの味は人間の味、そう言われていますね。どこからそんな言い伝えが生まれたのでしょうか？それはサクロの実がまるで人間の心臓のようにたくさんの赤い種で満たされていることから生まれたのかもしれません。古代の人は自然の中に人間の姿を見出し、様々な象徴を見出していたのです。神話、神話、伝説の違い、あなたはわかりますか？神話は人の暮らしや経験から生まれた身近な物語です。神話は神や超自然的な存在を語り、宇宙や自然の起源、人間の運命を説明する物語です。そして伝説は歴史的な出来事や人物を語り継いだ物語です。それぞれの物語にはそれぞれの役割があり、私たちの心に深く刻み込まれています。昔話の昔々とは一体どれくらい昔なのでしょうか？それは時代や場所によってようですが、大切なのはその物語が私たちに語り継がれてきた長い歴史と伝統があるということです。昔話を通して私たちは過去の知恵や教訓を受け継ぎ、自分自身を見つめ直すことができます。夜空の星を見つめながら、あなたも昔話の世界に思いを馳せてみませんか？優しく語りかけられる昔話の言葉はあなたの心を穏やかに包み込み、安らぎへと誘ってくれるでしょう。眠りにつく前に静かな夜空の下で昔話を聞いてみてください。きっとあなたの心も穏やかに眠りにつくことができるでしょう。睡眠の乳、心が安らぐ癒しの音色、穏やかな音楽と優しい語り声があなたを眠りに誘う。こんばんは。今日はあなたを穏やかな眠りに誘うための特別な時間を一緒に過ごしましょう。日の喧騒に疲れてなかなか眠れない夜もあるかもしれません。そんな時は心を落ち着かせ、リラックスできる股間意識を向けてみましょう。優しい音楽と語り声があなたの心を包み込み、穏やかな眠りへと導きます。まるで静かな森の中で小鳥のさえずりを聞いているような、そんな心地よさを感じてください。目を閉じ、ゆったりとした呼吸を意識してみましょう。胸のあたりがゆっくりと上下に動くのを感じてください。
息を吸い込むときには、心の中に穏やかな光が灯っていくようなイメージを持ち、息を吐き出すときには、日中の疲れや、ストレスがゆっくりと溶けていくようなイメージを持ちましょう。音楽に身を任せ、心地よいメロディに心を委ねてください。穏やかなリズムが、あなたの心拍数を落ち着かせ、リラックス効果を高めてくれます。語り声は、まるで優しい友人が語りかけているように、あなたの心を優しく包み込みます。穏やかな言葉が、あなたの不安や緊張を和らげ、穏やかな気持ちへと導いてくれるでしょう。深い呼吸を続け、音楽と語り声に意識を集中させてください。意識がだんだんと薄れていくのを感じたら、あなたはもう、安らかな眠りの世界へと誘われているのです。さ、ゆっくりと眠りに落ちていきましょう。穏やかな夜空の下、心地よい夢の世界へ旅立ちましょう。視聴者の感想。この音楽と語り声、本当に落ち着く。仕事で疲れてなかなか寝つけなかったけど、これ来たらすぐに眠れた。優しい語り声が、まるで子守歌みたいで安心感がある。心が安らぐ時間になった。日のストレスから解放された気分。この動画を見たら、ぐっすり眠れるようになった。関連キーワード、睡眠導入、リラックス音楽、神、癒し、心地よい音楽、眠り、優しい語り声、ストレス解消、瞑想、眠りに誘う、優しい語り、狂人が現れる昔話、その奥深い意味を探る旅へ。夜空にはここと星が輝き、静かな月が静かに、見守る。そっと目を閉じ、深い呼吸をしてみてください。今日は、あなたを優しい眠りへと誘う、不思議な物語の旅へご案内します。昔話や神話には、私たちが普段目にする現実とは異なる世界が広がっています。そこには、想像を遥かに超えた力を持つ狂人たちが登場し、地には人間を助け、地には脅威を与えます。なぜ、世界各地で、狂人が登場する物語が語られてきたのでしょうか。それは、私たち人間が抱く、自分たちを超えた存在への憧れや恐れ、そして、自然の力に対する、畏怖の根を表しているの、かもしれません。例えば、イギリスの夢の昔話、ジャックと豆の木では、ジャックは強大な豆の木を登り、狂人の住む世界へと、たどり着きます。狂人は大きく力強く、人間にとって脅威となる存在ですが、同時に、ジャックにとってはお宝を手に入れるための主要な、存在でもあります。日本でも、昔話や伝説に狂人は頻繁に登場します。例えば、浦島太郎では、弓矢木に住む乙姫は、実は狂人の姿をしているとされています。また、桃太郎では、鬼退治の物語を通して、狂人は悪の象徴として描かれています。これらの物語を通して、私たちは狂人の存在を通して、人間の力や弱さ、そして自然の力に対する畏怖の根を感じることができます。また、狂人の登場は、私たち人間の想像力や想像力を刺激し、新たな世界への扉を開いてくれるのかもしれません。眠りへと誘う、優しい音楽をに、狂人が登場するような物語の世界、一緒に旅してみませんか？そして、それぞれの物語に込められた意味やメッセージを感じながら、あなた自身の心を解き放ってみましょう。さ、ゆっくりと目を閉じ、心穏やかに、この夜の物語に身を委ねてください。深い眠りへと誘う、優しい狂人の物語が、あなたを待っています。愛に聞きたい、優しいお経の調べ、心を穏やかにする。睡眠導入をせ。
あなたは気の疲れからなかなか眠れない夜、ありませんか？頭の中がぐるぐるして、なかなか眠りにつけない。そんな時、優しいお経の調べを聞くのはいかがでしょうか？お経には、古来より人の心を落ち着かせ、安らぎを与える力があるとされています。この動画では、心を穏やかにする効果の高いお経を厳選して、心を休ませるための睡眠導入音声としてご紹介します。ゆったりとしたリズムと、澄み切った音色が、あなたの心を包み込み、深い眠りへと誘います。優しいお経の調べに身を任せ、日の疲れを癒し、穏やかな夜をお過ごしください。お経の力、心を落ち着かせ、安らぎをもたらす。お経は、仏教の経典を声に出して読むことで、心を落ち着かせ、安らぎをもたらす効果があるとされています。お経を唱えることで、雑念が消え、心がクリアになっていくような感覚を得られる方も多いでしょう。また、お経には、様な願いを叶える力があると信じられてきました。例えば、健康、仕事、恋愛など、様な願いを叶えるために、お経を唱える人もいます。睡眠導入音声、心を穏やかにする効果。この動画でご紹介する、睡眠導入音声は、心を穏やかにする効果の高いお経。厳選して制作しました。お経のリズムと音色は、脳波をリラックス状態に導き、深い眠りへと誘う効果があります。また、お経に込められた言葉には、心を落ち着かせ、不安やストレスを解消する力があると言われています。優しいお経の調べに身を任せ、安らかな夜を。日の疲れやストレスから解放されたい方は、ぜひ、この動画のお世話、試してみてください。優しいお経の調べに身を任せ、穏やかな夜をお過ごしください。視聴者の感想。お経を聞くと心が落ち着き、ぐっすり眠れるようになりました。優しい音色が心地よく、リラックスできます。日のストレスから解放され、心が穏やかになりました。お経の力を感じました。感謝しています。この動画があなたの心を穏やかにし、安らかな夜をお過ごしいただくお手伝いができれば幸いです。眠りに誘う、語り継がれる物語、美話、神話、伝説の不思議な関係。夜空に輝く満月を見上げながら、あなたはどんなことを思いますか？静寂の中に、遠い昔の物語が聞こえてくるような、そんな感覚に包まれることはありませんか？私たちが子供の頃から耳にする、民話、神話、伝説。どれもこれも、古くから語り継がれてきた物語であり、私たちの心を引きつけ、地には深く考えさせられるものです。しかし、これらの言葉は、一体どこでどのように区別されているのでしょうか？民話と伝説の違いは、神話と昔話はと違うのでしょう。もしかしたら、あなたは疑問に思ったことがあるかもしれません。なぜ、民話、神話、伝説を一括りにした呼び方はあるのでしょうか？伝説と昔話の違いとは何でしょうか？また、どちらが先に誕生したのでしょうか？皆さんの好きなギリシャ神話の話を教えてください。日本の昔話が朝鮮半島の神話伝説と酷似しているのはなぜでしょうか？文学と心理学について、昔話や神話はよくユングの言う守護的無意識と結びつけられますが、どう思いますか？朝鮮の神話とか昔話には、神、妖怪、妖精とかって登場しますか？私は韓国の昔話が好きで、よく読んでいます。これらの疑問は、
隊士たちがこれらの物語に抱く興味と、その奥深さを物語っています。神話、神話、伝説は、時代や地域を超えて、ニトの心をつなぐ架け橋のようなものです。そこには、人間の喜びや悲しみ、愛や憎しみ、そして、自然や宇宙に対する意見の念が、様な形で表現されています。なぜ私たちは、これらの物語に惹かれるのでしょうか？それは、これらの物語の中に、私たち自身の心の奥底にある何かを感じ取ることができるからかもしれません。例えば、日本の昔話には、動物が擬人化されたり、自然現象が神格化されたり、人間の感情やことが象徴的に表現され、たりすることが多く見られます。これらの物語を通して、私たちは、自分たちの祖先がどのような世界観を持っていたのか、そして、どのような生き方を、大切にしていたのかを知る手がかりを得ることができます。また、神話や伝説には、理由や神が登場し、私たちに勇気や希望を与えてくれます。困難な状況に立ち向かう勇気、そして未来への希望。これらの物語は、私たちに生きる力を与えてくれるのです。眠る前に、あなたは何を思いますか？もしかしたら、あなたは、昔来た民話や伝説を思い出し、その世界に再び心を奪われているかもしれません。これらの物語は、私たちの心を癒し、そして明日への活力を与えてくれるでしょう。さ、あなたも、これらの物語の世界へ旅立ってみませんか？ゆっくりと、穏やかな気持ちで、それぞれの物語に耳を傾けてみてください。きっと、あなたの心の中に、温かい光が灯るでしょう。